大阪ガスが行きました。大阪ガスも大きく順位を上げています。九電工もたすきを渡した。さらには SG ホールディングスグループ、さらにはコニカミノルタとサンベルクスも行きました。SG ホールディングスグループの佐藤悠基がこれで5人を抜きます。ナンバーカード15番大阪ガスの坂東が抜いて15位に、5人を抜いて15位に上がってきました。序盤の5キロは静かな入りでしたが、その中で一気にこの辺りでスピードを上げてきました。上半身が非常に静かな走りなんですが、推進力が違います。少し前に前傾姿勢で一気に前を抜き去っていこうというその走りです。やはりエース区間、花の4区が似合うベテランの佐藤悠基、前に2チーム、まだまだその先には白いユニフォーム、ホンダのルーキー伊藤の姿も捉えているはずです。佐藤悠基選手が走っていますが、大迫さん、もう常に、ね、この先輩を追いかけてというところもあったと思いますが。そうですね、本当に職人肌で、まあ、今34歳ですね。34歳だと思うんですけども、本当に今なおこう次に次にというか、もっと上へ上というふうに目指している選手なので、本当に強いですという一言につきますね、はい、去年の日本選手権でも27分台を久々に出したというこの佐藤悠基、ロンドンオリンピックの代表です。 SG ホールディングスグループの佐藤悠基がこの2人を抜くと13位に上がるということになります。すでにここまで5人を抜いてきますが、ナンバーカード16番の住友電工の村本、そしてナンバーカード22番NTT 西日本の大塚も前にいるという中で、さあこの集団を一気に抜き去るかというところです。まあ、SG ホールディングスグループに移籍をしたベテランの佐藤悠基ですが、まあ、選手としても、そしてアドバイザーという立場でも 1,2 年目の多い選手たちが多い中で、その背中を見せながら、その経験を語りながらチームを強くしてくれということで、おそらくこの佐藤悠基の背中、走りを見た若い選手たちがこれから一気に伸びてきて、 SG ホールディングスグループもこの優勝争いに絡んでいくチームに間違いなくなっていくと思います。これで6人抜いて16位、そしてナンバーカード22番 NTT 西日本を佐藤が抜けば、これで7人抜きというところになってきます。忘れてはいけないこの花の4区エース区間、佐藤悠基はまだまだ元気です。この後40歳までやり続けたいという話を、ね、聞いてましたからね。さすがですね、佐藤選手も今の話でもアドバイザー兼選手で、そして安川電機の、ね、中本選手もコーチ役をやりながらこの走りをしてますので、まさに、ね、大先輩が背中を後輩たちに見せながらこのエース区間を激走してるって感じですね。そうですね。そして松田、大卒ルーキーの定方俊も頑張っています。12位で通過しています。定方俊トップとの差は1分13秒。さらには時計にちらっと目をやったナンバーカード20番の SG ホールディングスグループ。さあ松田のルーキー定方を SG ホールディングスグループの佐藤悠基が抜けば、これで8人抜きというところ。最初の5キロはかなり抑えて入ったんですが、一気にスピードを上げて、この中間点でも今2位タイというタイム、34歳で区間新記録、さらには区間賞もあるのではないかというそんな走りを見せました。さあなんとか松田の定方もついていきますが、さすがの SG ホールディングスグループの佐藤悠基、最初の10キロまではターゲットを見つけてという話をしていました。やはり勝負は高林の交差点を左折してからの 3.5キロ、そこまでにかなりのスピードを持って入ってきています。さあここは高林の交差点が曲がってからも楽しみという34歳の佐藤悠基、区間新記録、区間賞も狙える走りで12位まで浮上しました。 SG ホールディングスグループの佐藤悠基がこのベテランの実力を伊藤達彦ルーキーに見せつけました。20位から今8位に上がりました。スーパールーキーを抜いて今佐藤悠基が8位に浮上しました。20位から8位、そしてその前ナンバーカード11番安川電機の姿も見えている。その差は3秒。安川電機中本健太郎、オリンピック一度、そして世界陸上3度経験しているベテラン同士がサーブつかれ、サーブつかれ、順位が入れ替わりました。ニューイヤー駅伝に帰ってきた佐藤悠基、爆走です。現在7位に浮上しました。しかしまだまだ表情には余裕がある。この後前には日立物流の姿も見えていますから、さあこの佐藤悠基が20位でもらったたすき、13人抜き、さらには14人抜きも近づいてきました。さあ佐藤悠基は実は15キロの通過タイムは全選手の中で一番いいタイム、42分39秒で通過しているという現状があります。さあ大迫さん、この走りいかがですか。はい、日本選手権昨年一緒に走ったんですけれども、その時よりかももっとこう絞れてて仕上がっているような印象を受けます。
日本選手権で敗れてまた再び自分にスイッチが入ったんだという言い方をしてました。大阪さんね、佐藤選手って中学校の時から日本チャンピオンで今34歳までずっと日本のトップ、この強さとかやっぱメンタルとか考え方ってあるんですかね。大阪さん先輩として見てどうですか。そうですね、本当にその辺は僕自身も見習わせてもらっているところではあるんですけれども、本当にそれこそ先ほど言ったような、はい、職人肌というか常に自分のこう次を超えていくという今を超えていくというふうに考えていらっしゃるので、まあ、そういったことが可能なのかなというふうに思っています。なるほど。そしてこの一式になんともう15秒後方というところまで迫ってきたのが SG ホールディングスグループの佐藤悠基です。そこの横で並走していますのが日立物流の設楽啓太ですから、一気になんと20位から6位ということですから14人を佐藤悠基が抜いてきているということになります。 SG ホールディングスグループ佐川急便太田営業所というのは高橋の交差点の少し手前にありましたから、普段ですと大声援が送られるところ、今年はその応援はありませんが応援が聞こえているかのような佐藤悠基の激走が続いています。21年ぶりの入賞圏内に入ってこようという SG ホールディングスグループ、過去最高は96年の7位です。駅伝ニューイヤー駅伝10回目出場の佐藤悠基が走っています。ナンバーカード2番トヨタ自動車、5年ぶりの王座奪還を狙います。今服部優真が4位でスタートしていきました。東京オリンピックマラソン代表服部優真、昨年は1万メートル自己ベストを更新しています。どれだけ先頭との差を縮められるか。続いて見えてきたのが GMO インターネットグループ、第3中継所で1位でもらったたすきですが、ここ第4中継所では5位でたすき渡しそうです。待ち受けると橋本涼、5区で区間賞を取りたい、そう力強く語ってくれました。この橋本涼にキャプテンの石木正、今たすきをつなぎました。5位で通過は GMO インターネットグループ、続いて SG ホールディングスグループが6位でたすき渡しです。さあベテランがやりました。続いて日立物流設楽啓太から竹内涼真へのたすき渡し、7位で日立物流が来ました。もうトップが通過してからは1分30秒が経過している。そして SD ホールディングスグループ佐藤は14人抜きのコースを見せました。なんと20位から6位まで 14位順位を押し上げました。素晴らしいベテランの走りでした。